ずっとのちに北野誠さんの「お前ら行くな」という心霊スポットに突撃するテレビシリーズの「怪異大作戦」という回で私も出演させていただいてみんなでロケに行った心霊スタジオというところここって最初は私全く別件で訪れたんですよ。 そもそもその時いろいろなことがあったので「お前ら行くな」の監督さんにこの場所いかがでしょうとおすすめしたんですねそうしましたら北野誠さんたちと「お前ら行くな」でその家をまた訪ねることになったこんな経緯があるんです初めて私がそこを訪れた時 これは二千十七年のことでした。私はそれまで、怪談番組に出演したことがありませんでした。そもそもイベントなどで、怪談を披露したことも、まだ。一二回しかなかったんじゃないかなと思うんですよね。二千十七年は、まだそんな頃で、怪談界隈にあまり知り合いもいませんでした。 例えば村上ロックさん私は非常に村上ロックさんのことを尊敬しておりましてとても好きでよく村上さんの怪談聞いてるんですね。で六本木に怪談バースリラーナイトがあった頃からたまに訪ねてって村上さんの怪談を聞かせていただいたりしてました。けれども2017年の その時にはまだそういうものがあるということも知らなかったんですよだからその日ロケでその家を訪ねてスタッフの方に紹介していただいた時村上六さんとは初対面でしたで、怪談師の村上六さんですと紹介していただいて先に村上さんのパートを取ります それから川名さんの階段のコーナーを取りますので「小1時間あちらで待っていてください」と言ってその家の奥の方の部屋に案内していただいたんですね。その家と私今申し上げましたけどまずそこは貸しスタジオになっておりましたいわゆるハウススタジオですね。 とても古い家だなというのは一見して分かりました大正時代に大流行して戦後もね昭和30年代ぐらいまで東京近郊では時々建てられていたいわゆる文化住宅風和洋折衷のね一見ちょっと洋館風の建物なんですとてもとても古い建物だなというのはすぐ分かった 周囲はねそうですねでも戦後にできたものだろうと思うんですけど住宅街なんですよ都内の住宅街の中ではまあそんなに進行ではない感じかといってものすごく歴史のあるお屋敷町とかそういうわけでもないまあ言っちゃ悪いですけど中途半端な 八王子ほど田舎ででもないんですねそういうまあいわば普通の特徴の少ない住宅地ですね。周りの家はもうちょっと新しいんですよせいぜい昭和50年代、うん、平成に入ってから建てたような家もありましたね。すごく新しい家や大きなマンションはないんですよ。 だけどその家は特に古い方ですね。もう壁なんかすすけてるんです。ただまあ立派な作りですよ。洋館風の玄関を入ると、暖炉のある今のような洋室があるんです。で家の一階の真ん中辺には大きな和室があります。まあ箪笥があったり仏間風のね仏壇があるお部屋もある。 南側には廊側にには縁廊廊下なっているるがあるんですねただ濡れ縁ではないガラス窓がついているその南側の廊下の突き当たりにこれは和室のところにあるドアなんだけどでもところがこれが引き戸ではないこう取っ手を引くようなドアがあるこのドアを開けたところに私は最初案内されたんですこちらです。ああ するとね、そこは、こう、六人掛けのソファーが奥の方にある。手前側には、こう、ダイニングキッチンみたいな。こう、食卓にするような。やっぱり六人掛けぐらいですかね。テーブルがあって、椅子が並んでいる。食器棚があって、奥の方に台所があるんです。あちらに、バスとトイレもあります。そこ、お勝手口ですけど、閉まってますんで、まあ、あんまり出入りされない方がいいと思いますよ。蚊が入りますから。 スタッフの方がいろいろこう案内してくださる「ここにドレッサーがあります」「ちょっとこの部屋には場違いですけどよく控室に使われるんですよ」「こちらでお化粧直しとかされてください」「わかりました」「じゃあ向こうで撮影始まりますんでしばらくここから出ないでいただけますか?」「了解しました」するとねその時天井がぎしっとなったんです。 あら私を案内したスタッフの方が「ああまただ」どうしちゃった。え何がですああここねよよく出るんですよえああここね、あの監督がねすごく気に入っててプロデューサーも風情があるでしょ階段にぴったりな雰囲気だからこちらよく使うんですけどねでもこないだなんか あのこちらに出演していただいた女の子が怖がっちゃってもう帰る帰るって途中から撮影にならなくて参りましたえな幽霊が出るとかそういう話ですかそうなんですよだからまあさっさと終わらせて明るいうちに撤収しましょうぎしまた天井が鳴るんですよあすごいですね2階は何があるんです あ2階は、えー、と和室とあと介護用のベッドや車椅子のある何か部屋ですね。へえあでもちょっと変ですね。私気が付いたんですよ。この私が案内されたダイニングキッチンここは明らかに増築された部分だな ということが一見してまず分かったんです。他は大正時代か昭和初期ぐらいに作られた感じなのに、ここは先生そうですね。昭和50年代ぐらいまあ。それでもちょっと古い雰囲気なんですけど、昭和450年代に作られたとおぼしき部分なんですよ。それでね。こうこの家に入る前に建物を少し見たんで。 なんとなく覚えてたんですけど、この増築部分、平屋なんですよね。あれ、でも、ここ、2階ないですよね。あ、でもまあ、屋根つながってますから、結構な音が鳴るんですよ。前なんかね、ドシーンって、こんな話をしてたら、監督がいらして、監督が、そうそう。 すごい地響きがしたえー、撮影中ですかうんもう一回で撮ったらドーンってすごい音が二階から響いて地響きしたよねすごいですね大丈夫ですかまあしょうがありませんよとりあえず暖炉の部屋で撮り始めますで私はまた奥の方に引っ込んだ 向こうでは怪談師の村上ロックさんがお話をされてるみたい私すごく聞きたかったんですけどまあ無理なんで仕方なくこの控室の方に引っ込んでたわけですねでしばらくはお化粧を直したりまあおトイレ使ったり水飲んだりしてたんですけどねだんだんまあ1時間もあるんで手持ち無沙汰になる、まあ、スマホいじったりして そのうちね。こう、きちっきし変な音が後ろですることに気がついたんですよ。きしミシっと何かがこう。軋むような。なんだろう。やなりってこんな早い時間からするのかな。でもこの家普通じゃないしな。な後ろを見るとこう台所があるんですね。 台所の方から何か不思議な音がするミシッ台所に誰かいるみたいな感じピシまた別の音がするえー、なんだなんだ明らかに今度は天井とかじゃないんですこの部屋の中すぐそこの台所の辺りから何か異様な音がするなんだろうまあ 好奇心もありましてね私見に行ったんですよでも別に異常がないんですね変わったところは何もないでお買って口があるもう一回このドレッサーの方に戻ってドレッサーの鏡で化粧を点検していたするとね明らかに今度は金属の音ですカチ パチャリなんだと思って見たらドレッサーの鏡の中でこう何かが動いた感じパッと振り返るするとねお勝手口のドアですよお勝手口のドアのこうノブのところにこつまみがついているこれが横になってるとまあロックされてる状態 縦にするとま会場をしているよくあるタイプのですね。銀色のノブです。銀色のつばめがついてる。これがね縦になってるんですよ。あれと思った瞬間です。ギーッドアが勝手に外に向かって開いたんです。ギーッ 大きくく。えと思ってであのお勝手口のところのたたきにこう便所サンダルみたいの置いてありまして私そちらに行ってそれ突っかけて外をこわごわ覗いてみたでもねまあ乾いた土があって、まあ、ペンペングス生えてる感じちょっとした通路があるすぐに柵があって誰もいないんですよ 左右見て一子一人いないでドアを閉めて鍵をかけましたそれでスルの方に戻ってきておかしいなと思うとまたカチャリって音がしてえっと思うとまたロックが解錠されてるんですねえっと思ってもう一回かける で、そこへスタッフの方がコンコンとドアをノックして入っていらっしゃって。川名さん、うん、そろそろ。あ、はい、わかりました。あの、今、お勝手口のドアが勝手に開いたんですよ。ロックされてましたよね。ええ、鍵かけときましたけど、開いたんですか開きました。なんかそれに。 なんか台所でもなんだかこう奇妙なちっちゃい音がしたんですよねゴキブリでもいるのかしらああなんかね他の出演者の方が前こちらに来た時に台所からおばさんが覗いたっておっしゃってましたよ。えでそれから私の出番を取りました。 最後にパッケージ用のスチール写真を撮るということになりましてその前にお弁当を食べるとこういう段取りだった。で1階の真ん中の広い座敷にお膳を出してで座布団並べてそこで村上さんと私が隣り合ってでスタッフの方や監督みんなでそこでお弁当を食べたんですね。食べ始めてちょっとしたら 私と村上さんの間のこの畳ここにねヘアピンが落ちてるんですあの女性向けのヘアピンですねこう髪を留める小さいこう鉄でできた黒いヘアピンがポツンと落ちてるでもこれがおかしくてまず私はその時ヘアピン使ってなかったんですよ村上さんだって使ってない それにその直前までこの部屋撮影で使っててでお膳を出す時にすごく綺麗にスタッフさんがこう畳いてたんですよ、ね、何にもなかったすごく綺麗なとこに座って食べ出したこれはもう間違いないんです。ところが少ししたらいきなりヘアピンがある。あらこんなのどうしたんだろう てて私が拾い上げてお膳の端に乗せる村上さんが「お、な何でしょうヘアピンですね」なんとなくおばさんが使ってるものって感じがするって私が言ってするとスタッフの方が「嫌なこと言いますね」っておっしゃったんですよ。でもねこれは後に「お前ら行くなの」のロケで。 こちらを尋ねた時に共演者の西浦さんがおっしゃってたんですけど西浦さんもおおばささんんんがいいるるととううようなことをおっしゃるんですね西浦さん自身がご覧になったのかどうかわからないんですけどこのスタジオかなりよく知られてましてまあよく知られてるっていっても一部にとか怪談界隈ではという感じなのかもしれませんけど。 あのここにこうおばさんの幽霊がいるみたいだというのはあのいろんな方がおっしゃってるで台所でやっぱりおばさんがこちらのいたって話も聞きましたけど実際にその話を私西浦さんの口からも聞いたんですよね。それにまた面白かったのがお前ら行くなののロケの時ですね私がこちらのスタジオどうでしょうというふうに監督にお勧めして お前ら行くなでこの家をロケすることになった時です。玄関を開けた時私ふざけて「お母さんただいま」とか言ったんですよ。これ DVD に入ってますかね。そうしましたらねこう2階に誰かが上がってく軽い足音がトントントンとして「えっ?」と思って階段をこう下から覗き込んだら。 なんとなくシッカロールの匂いがするんですよでもね誰もシッカロールなんてつけてないシッカロールってね最近はあんまり使いませんよねでも私が子供の頃はみんなよく使ったもんですあれ独特のこのパウダリーなねなんかコロンとも違うちょっと清潔感のある石鹸みたいなほのかないい匂いがするもんですそのシッカロールの懐かしい匂いがするんですよ あれとと思思っってその時ふっと思い出したんですね2017年に初めてそのスタジオを訪ねたその時もそういえば階段を下から覗いてみたなその時階段の上で人影がスーッと動いたんです階段の一番上のところに誰か近くに立っていてその人が奥に引っ込んだ 壁に映っている影がさーっと動くような感じ人の形が見えたわけではないんですねその時は何しろスタッフさんもいて村上さんと私の一日二本撮りですから何かこう AD さんか何かが2階にいるのかなと思ったんですけどね後になってよく考えてみたら その時撮影では2階を使わなかったんですよねだから2階に誰かいたとはちょっと思えないんですよもちろん「お前ら行くな」でそのシッカロールの匂い嗅いだ時階段で軽い足音を聞いたその時は誰もスタジオにいませんでしたから私たちが一番乗りで入ったばっかりでね 2階に上がってみたんですよやっぱり誰もいないなんですよねだけど面白かったのがあのなんか私たちが階段披露するとね「へえ」っていうような声がちらっと聞こえたり面白くない話すると戸棚をコンと叩くような音がしたりね明らかに誰かいたみたいなんですよね。 不思議な心霊スタジオの話でしたわかりませんで DVD っておっしゃいましたけどあの今ねもしかするとね配信でも見れるかもしれない「お前ら行くな海大作戦」で調べていただければわかるかなと思うんですけれども。 あの,ー、あの時はいろんななことが起きましたねなんか時計がね逆回転したんですね一瞬カチッとこう針がカチッ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 とこう動くじゃないですかカチッ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 ってなってでその瞬間私と北野さんと西浦さんそれに気がついて、えー、私がそのお勝手口が勝手に開いたあの部屋の あのダイニングテーブルに3人座ってたんですけど3人とも「えっ、ー?」って顔して時計を見上げた瞬間の写真とかね持ってますけどねただね肝心の時計が映ってないんですよね残念ながらカメラは私たちの方向いてるんで肝心の時計は我々がびっくりして「え今逆に針動いたよね」みたいなその瞬間の表情はもしかするとこの動画でも撮れてるかもしれないんですけど。 結構ねああいうロケの時ってそのあの私が何か階段話したら面白くなかったんだかなんだか知らないんですけど嫌な感じに女の人の声で「へえ」とかって聞こえたんですけどその場にいたこのカメラマンさんとかねいろんな方その声聞いてるんですけど案外と動画には入ってなかったりするのかもしれないですね。あ、えー、あとはあの 回帰収集者回帰コレクターの方ですね。その村上六さんの回帰コレクターと私の回帰コレクターが、まあ同日通りだったんですけど、それぞれ別の D. V. D. で。これはもうとっくの昔に発売されてるんですが。こちらにはね。特に変わったものは何にも。映ってないんですよね。これもまた残念なことで。私が控え室で与えられてたその奥の部屋。 ここの勝手口が開いたりしてもあのそれをねこう誰も撮っててくれてないんですよねだから案外ね肝心の心霊現象は動画に撮られづらい <laughs> 残念みたいな感じです。